匠ソフトの高井です。今回も父の読後感をしてまいります。2019年の11月号からです。今回の箇所はインタビューに、フリーキャスターの清水健基金代表理事の清水健さん、瞳の奥に隠された思いを汲み取れる人でありたいというところですね。妊娠をしながらの乳がん治療、苦難の道のりを迷うことなく突き進んだ清水奈緒さんは、息子を出産した112日後に29歳という若さで天国へ旅立った。夫で元読売テレビキャスターの清水健氏は、現在がん撲滅のための講演活動に注力している。清水氏が語ったシングルファザーとしての奮闘、活動にかける思いということです。もうこの表題ね、読んだらもうお分かりの通り、初めてのお子さんを産んで、およそもう100日後ですよ、100日後に奥様が、がんのため亡くなられた。もちろん妊娠中にこれ分かったんですよね。妊娠した時に、乳がん検査をして、そこでがんが見つかったのですけれども、奥さんが29歳、若いですよね。若いとがんの進行って早いじゃないですか。ですから、がんの治療を本気でするんであれば、そのお子さんを諦めてくださいってなるんですよ。で、実際にそのようになったようです。がんの治療ももちろん受けるけれども、子供も諦めないというね、戦うっていうね、そういう意思表示を示したわけなんです。で、ご主人もそれを受け入れてね、がん治療を受けながら、妊娠、したお子さんを守り続けて、出産を迎えたということなんですね。で、出産をね、迎えられて、まっすぐにね、やはり体調はですね、私女性じゃないからね、本当にそのどれぐらい体力落ちるのかっていうのはね、正確には分からないんですけど、もうやっぱりすごいことなんですよ。その出産を、子供を出産し、そして、出産の後に男性分かんないかもしれないけどね、胎盤も出てくるわけですよ。要するにその赤ちゃん守ってた、そのものも出産の後産みたいな感じで出るわけですよね。で、もうその現場って、すごい壮絶ですよ。小さい手術の現場って、なんでお前そんなこと言うんだって言うかもしれませんよね。私実はですね、産科婦人科のホームページとかをやってて、産科婦人科の勉強を結構今でもしてるんですよ、ずっと。で、そういう生々しい世界も、医療側のそういう生々しい、そういう専門誌も読むもんですから、やっぱりですね、すごいわけですよ。その出産というこの一大事業ですよ。それが終わった後っていうのは、もうただでさえ体力なくなるわけですよ。ガクッとくるわけですよ。で、やっぱり休息がものすごい必要なんですけど、体がガクッと弱るじゃないですか。弱るからがんがやっぱり進んじゃうんでしょうね、これね。がんが進むかどうか、私医者じゃないからね、わかんないですけど、それで一気に悪くなっていったようなんですね。まあ、ただね、そしてね、奥さんを失われた清水さん。清水さんも決して、年齢的にもね、昭和51年の生まれですから、まだまだバリバリの方ですよね。お若い年代だと思います。出産と同時に、ほぼ出産と同時にですよ。100日ですから、120日ぐらいですからね。112日か。100日足らずで、失っちゃうわけですから、奥様ね。この衝撃というか、この悲しみっていうのは、もう誰にも語ることもできないぐらいの深い深い悲しみだと思います。で、実際にこのインタビューのこの記事見てたら、
おそらく清水さんまだ癒えてないんですよ、心が。ちょっと触れるともう壊れてしまいそうなぐらい、すごい深い傷を傷ついてると思うんですよね。で、本当にね、このキャスターとして毅然としてなければならないっていうね、その心の気持ちと、あと生まれた子供をシングルファーザーとしてしっかり育てていきたいっていうね、その思いだけでなんとか自分を維持している、そんな感じなんですよね。ただ現実、シングルファーザーでやっていくことの厳しさっていうのも目の当たりにするわけですよ。いかにね、子供を育てることっていうのがすごい大変なことか、そして自分が仕事をしながら子供を育てるということはね、どれだけ過酷なことかっていうのをね、清水さん自身も述べられております。本当に過酷だったと。清水さんね、この後本出すんですよ。著書を出し、本を出して、そして、それをきっかけにね、いろんな講演とか講演会に呼ばれるようになって、講演で話すようになったらしいんですよね。それによって、話すことによって少しずつそのいろんな方との交わりを通して、いろんな方から励まされたり、いや私も同じような境遇でシングルファザーなんですよとかっていう話を聞いたり、そういうコミュニケーションを通す中で少しずつ気持ちが、塞いでた気持ちが開かれていったっていうことも書かれてました。同じような境遇の人とか、あるいはそのことをね、分かってくれて励ましてくれる人とか、そういう人のご縁をね、大事にしながら立ち直っていただきたいなというふうに思いました。で、本当に無念だっていう思いだと思います。でもね、奥さんはね、お子さんをね、なんとかこの世に産んだわけですからね、その命はね、本当に大事にしてね、育ててあげてほしいなというふうに思いました。で、周囲の方々もね、協力してね、この清水さんのお子さんをね、立派な人にね、立派な大人に育てていってほしいなというふうに思いました。実はですね、私これね、読後感した後に書くんですよ。書いて、ちょっとメモを書きながらポイントポイントをね、こう割り出していって、自分の敵を、自分に対する敵を考えるようにしていたんですよね。ただこの今回のね、清水さんのね、お話に関してはね、もう読後感というよりもね、もう祈ることしかできないっていうふうに思っちゃったんですよね。みんなで支えていかなければならない、こういう境遇の人たちはみんなで支えていかなきゃならないって思いました。だからなんかこう、この寄稿された文章も自分の何か適応としてね、生かしていこうとか、なんかそういう感覚にはちょっとなれなかったです。頑張れって言いたい、そういうことです。はい、皆さんもね、もしこの父ね、お読みだったらね、ぜひこの清水さんね、同じ思いに、応援したい思いになったと思います。読まれてない方はね、ぜひ父、いい本ですので、購読して、いただければと思います。はい、そんなんで今日はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。